はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、こちら旨辛味噌ラーメンボンズさんにお邪魔してまいりました。こちらの旨辛ラーメンボンズさんは、以前動画でもお世話になったラーメンボンズさんのラーメン店セカンドブランドになっておりまして、今回は店名にもございますこの旨辛ラーメンをすり鉢でね、たくさんいただいてきました。うわ、うまそう。さて、いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。ひとまずこれ野菜から食べようかな。野菜の量えぐいな、これ。すごい。いただきます。おっ、あっちけど、うまっ。うん、シャキシャキでうめ。ちょっとこれ、ついでスープで。あー、うまっ。あー、がっつりしてうまっ。ちょっとこれね、見えるかな。僕初対面なんですけど、味噌の味付け油っすね。うわ、この味付け油うまっ。油やばいっすね、これ。これだけでご飯いっちゃいますね。これやばいっすね。うまっ。ちょっとこれ麺みたいな、これ。よいしょ。うわ、うん、麺。こちらボンズさんの自家製麺でございます。うまそう。うん、うまっ。うまっ。ちょっと今日の難敵というか、ハバネロちゃんがそろそろ1個目です。限定のトッピングではございます。このハバネロが今日3つね、入っております。ちょっといただきます、これ。うん、あー、カレー辛い。新鮮ですね。最初は本当にオレンジというか柑橘系っぽい爽やかな匂いしますけど、普通のハバネロより全然辛いです。ちょっと一口で汗出てきた。うわー、うわー、汗かいた。うん、うん、炒めのね、バラ肉ちゃんでございますね。ライスいただいてるんで、これとこれね。ああ、これは絶対うまいやつだ。これ反則ですけど、ちょっといただきます。うまっ。このお肉とライスやばいですね。いや、うまベースのね、がっつりラーメンって塩分でがっつりさせてるお店が多いですけど、このねボンズさんの味噌ラーメンは旨味の部分、だしの部分がしっかり強いんでね、もう満足感はめちゃめちゃ高いっす。
不思議と罪悪感ないですね。やっぱ塩分濃度が高めではないので、食べててやっちゃった感は少ないです体にすごいなんか優しいけどスタミナ系って感じですね。いや、うまっ。よいしょ。でも不思議とこの目、あの加水高いのに伸びないですね。普通この加水率だとやっぱすぐブヨブヨになったり溶けやすかったりしますけど、全然やっぱ溶けないし伸びないっていう。ハバネロが怖いなこれ油断するとマジで辛い、でも本当あの噛んだ瞬間あの果肉がプチッて出てくるぐらい新鮮ですね、うん、もうねシワ一個もないですマジでこのハバネロちゃんにはもう本当に新鮮なプチトマトぐらいで入りやすいですてな感じで今回の動画ね、本当に皆さんには申し訳ないんですけれども、ケインさんとねラーメンの話とか仕事の話とかこの後しすぎまして、とてもじゃないけどねこの食べる感じでは使えないなということで、今回早起きでねアテレコをさせていただいております。本当にこちらボンズさんの味噌ラーメン、動画内でもお話ししましたがスタミナ系なんだけれども、どこかね優しい感じで、しかも麺ももちっとしてるんですけども、かなり伸びにくくて女性でもね食べやすい、みんなが楽しめるスタミナ系の一杯に仕上がっておりました。大学もすぐ近くあるので、若い方から女性の方までいろんなお客様がいらっしゃって、本当にね老若男女楽しめるような美味しい一杯になっておりました。また今回いただいた限定のハバネロトッピングなんですけども、こちらはね自家栽培をしておりまして、本当に新鮮なハバネロをいただきます。みずみずしさや香りに関しては乾燥したものとはもう比較にならないぐらい本当に美味しいので、
辛いもの好きの方はね、ぜひこちらのハバネロも限定販売する際には食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。あ、さっきちょっとごちそうさまだけでした。